チキー。こんにちは、コウキ TV のコウちゃんとお父さんです。グッドボタン押してね。チャンネル登録もお願いします。今回紹介するのはこちら、グライドラグナルク。これは木山乱太郎モデルよ。スタミナタイプなんよね。いつも飴食べてるよね。パッケージはこんな感じ、能力はこんな感じ、持久力と重量がマックスです。必殺技はトリプルウィング。3枚のスタミナウィングが回転時に開くことにより強力な遠心力が生まれ、長時間回り続ける。せーの、ちょん。こんな感じで入ってます。はい、パーツを出しました。これがグライドリング。この透明な3つのパーツがスタミナウィングです。ちょっとだけ動くよ。これがね、開閉することによって遠心力を超強化するらしい。これがラグナルクっていうスパーキングチップ。2つを組み合わせてグライドラグナルク。ディスクはホイールです。重たいんよね。とにかくこれ重心がね、外側に取ってあるから遠心力を極限まで高めたスタミナ系ディスク。ドライバーはリボルブ。先が尖ってて、この周りはフリーで回転します。これのおかげでね、バトルの終盤でもスタミナを保つことができる。最後にシャーシが 1S。 これはスタミナタイプの両回転ね。どっちの回転でも対応できるシャーシね。この全部を組み合わせてグライドラグナルク WHR1S。 スーパーハイペリオンとキングヘリオスやったらハイペリオンの方が強かったよね。うん、圧倒的にね。それで今日はグライドラグナルクがスーパーハイペリオンに勝てるのかをやってみます。それじゃあバトルへレッツゴー。よし、それじゃあバトルやっていこうか。うん、こうちゃんがグライドラグナルク、お父さんがスーパーハイペリオン。先に回してみるよ。うん、ちょっとやってみて。3、2、1、ゴーシュン。安定する。シュートの時綺麗、すごいね。振動が安心できる。ゴムみたいな振動や。この水色綺麗よね。長いね、回転が。うん、こっからないよね、スタミナの強さって。下が尖っとることによって長時間回る。え、ほんとずっと回るやん。いいけど、こうやって。うん、じゃなる中こんだけ回るん。ちょっと、今のこれは測っとってみようね。何秒回り続けるか知らん。50秒くらいは回るんじゃないの。え、ほんとに長いよ。まだ回る。今度それぞれのベイがきちんと回った時にどれだけ回るんかも分かってみようか。すぐ、うん、ようやく。ええ、これで周りのやつが最後回りよるんよ、フリーの回転。いや、長かった。よし、行こっか。じゃあ1分近く回っとったよ。1分回っとるかもしれん。3、2、1、ゴーシュン。おー、バーストさせたスタミナやけかな。いや、ハイペリオン強いやん、やっぱ。一瞬でバラボロにされた。あれかな、やっぱりこっちはダブルシャーシじゃね。うん、そっちシングルじゃん、うん、全部組み合わせやけバーストされやすいんかな。としてもう一回行ってみようや。3、2、1、ゴーシュ。イエーイ。こうちゃんでも最後粘ってたじゃん、これだけで。ちょっとお父さんにさ、ラグナルク使わせてや。こんな簡単に弾けるんかいね。3、2、1、ゴーシュ。弾け。うわー、ボトルをバースした。
うっそ、あ、こうちゃんも、うん、ここでバーンってここに。本当や、あれグライドラグナルクバーストするやん。 3,2,1 ゴーシュ。スパーキングペイみたいなバーストの仕方やん。圧倒的にハイペリオの方が強いよ。 3,2,1 ゴーシュ。ここに出された。じゃあ飛び出てもやっぱりハイペリオンの方が上か。 3,2,1 ゴーシュ。おお、初めて勝った。もう一回やってみる、うん、もう一回行こう。調子で出したよグライドラグナルク。まだまだこんなもんじゃないと思うよね、強さ。 3,2,1 ゴーシュ。一発やん。それで最後にこれがポーンって次はじゃあキングヘリオス対グライドラグナルク、ね、ナルこれは5枚刃やね。5枚刃、あ、攻撃タイプでいけ。 3,2,1 ゴーシュ。いけヘリオス。一発。やっぱねちょっとロックが緩い気がする。ランダムブースターでさ同じパーツあったよね。うん、これ色はないと思うけど、青いさ、シャーシにする。お前シャーシ、うん、そっちにしてみようか。ちょっとこれでいってみようか。 3,2,1 ゴーシュ。ちょっと攻撃に耐えれる。ちょっとなんか違う気がするね、戦い方が、うん、センターを取らせねえって感じやん。スタミナ対決では勝てんよ、これは。トリプルウィン。ほら、やっぱりこっちが長い。ちょっとさ、もう一回ハイペリオンってやってみよう。 3,2,1 ゴーシュ。ちょっと攻撃に耐えた、一発に。一発目耐えたね。うわ、攻撃しにいかんやん。当たれ。トリプルウィング。いった。いや、そりゃそうやろ。もう爪痕は残されない。そりゃそう。これでも勝ち目はないわ。もうスタミナ勝負やったら絶対無理。もう一回やる。もう一回行こう。 3,2,1 ゴーシュ。はい、おー、でもやっぱバーストや。見て、3箇所に3つのパーツが。こっちもう一回攻撃でいくわ。 3,2,1 ゴーシュ。ゴーシュ。たまたまやったんかな、さっき耐えたの。シングルシャーシよりダブルシャーシが強いんかな。投げ方がこれね。 3,2,1 ゴーシュ。当たった瞬間 3,2,1 ゴーシュ。うわー、ダメだ。今のバースやる。ってことは、はっきりしたね、これで。え、10枚刃。10枚刃で一応やってみる。 3,2,1 ゴーシュ。いい勝負。センターの取り合い。ちょっと揺れてきてるんじゃないのか、こうちゃんの方が。うん、あー、ランナクー。やっぱディフェンスタイプには負けんかな。ちょっとこれ最後にしようか。オッケー。 3,2,1 ゴーシュ。エラー。すっごい弾かれた。これさ、トリプルウィングに当たったんだよ。連続でガチャガチャ。あ、スタミナでは勝てんわ。やったー。はい、というわけで今回はグライドラグナルクを紹介しました。3つのベイで比べてみたら、やっぱり一番強いのはスーパーハイペリオン。うん、
2番目がちょっとね、攻撃モードでいけばヘリオスの方が強いし、防御モードでいけばラグナルクの方が強い。ただまあね、2モードを自在に選べるっていう点で、うん、ヘリオスの方が上やね。そうするとこんなにね、ロックが緩いんかなってちょっと気もするけど、グライドラグナルクのいい改造方法が分かる人は教えてください。それじゃ次の動画もまた見てね。バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録はここです。他のおすすめ動画もここに載せておきます。コウキ TV をまた見てね。バイバーイ。 Yeah!